23としては最多です。おっとここはボールを奪ってループシュートだ、白井陽斗同点。大阪ダービー追いつきました、ガンバ。なかなかチャンスが作れなかったガンバ、ワンチャンスをものにしました。ロングフィード、このこぼれ球キーパーが出たところ、技ありシュートを見せました、白井陽斗。ちょっとこのキーパーが出て石尾が触ってしまったという、少し連携がうまくいかなかったところ、見逃しませんでしたガンバ、白井陽斗のゴールです。